新しいマシンを買ってしまいました。ババーン、四輪のバギーを買いました。ありがとうございます。やばやばいでしょこれちょっと乗ってみてよ、ガチーっていかつくない？タイヤ太、タイヤめっちゃ太いよねこれ2.5 個ぐらい並びそう。やばいよね、もうこんなん絶対転ばんでしょ。で後ろもすごいんですよこれ、ね、なんか本当にバイクと車の間みたいな、そう感じだね。このバイクの中に入ってるエンジンは、うん、あのカブのねコピーエンジンらしいです。へえ。リーファンっていう中華製のもうコピーエンジンなんで、なんかもうなのでカブとかモンキーとかのエンジンの組み合わせはポン付けでいけるらしいです。へえ。なんかミニ四駆みたい。このさハンドルバカダサいんだよね。ちょっとこれ俺思ったあの小学校の男の子の裁縫道具のやつじゃんね、それちょっとね、まあいろいろとね、まあ改造したいなと思う場所はあるんだけど、でもね結構最初からいじられてるんですわこれ。おお。これほらこれオイルキャッチタンクついてるんですよ。オイルキャッチタンクついて、でそこにそうですねオイルクーラーついてます。でもこれ見て、よく見てこれ、ここねネジっていうかほぼねタイラップで止まってんだこれ。そうこれ見えるかな。これもカスタムされてる。あ、そうなんだ、うん、それで結構あの下に重心あるような、そう形になってんだね。なんか超オンロード仕様のバギーですねこれは。これってさ、うん、乗り方はバイクなの？まあ一緒だね。まずここのね、もうこの見て、このあなたの大好きトグルスイッチがここにあります。おこれをカチって入れんよ。そう今ね、今通電されてる、うん、そしたらこれキーを回すよね、うん、今オンですよね。そしたらこれクラッチなんですよ、うん、これ三速なんで、でクラッチを入れて、でここがセルなんですよ。入れます。これでバッテリーが死んでんだわはい、というわけでバッテリーはですね、このシートのね、この下に入っております。はい、まずこのシート外します。よし、めっちゃ簡単。はい、そうするとね、見えますでしょうか。はい、こちらでございます。何これっていう線なんですよ。ちょっとこれもね、直します。はい、というわけでね、バッテリー外していきます。あ、これかっこいいでしょ。これ、あの今日アストロプロダクツで買ってきました。じゃあね、外していきます。バッテリーはね、外すときはマイナスからプラス、つけるときはプラス、マイナス。はい、新しいバッテリーですね。大丈夫ね、サイズね。サイズ全然大丈夫じゃないやんけこれ。うわ、サイズ間違えた。サイズ間違えた。これやってしまわれたかもしれん。これこれ何も難しくはない。もうこうですよ。そうしたらこんにちは。オーケー。はい、カップルや。あ、来ました。あ、わずかに無理。これただ開けた、穴開けちゃった人じゃん、これじゃ。さあ、さあ、これで、まずはもうジャストビットですよ、皆さん。ジャストビットいただきます。ちょっと待ってね。何。はい、入りました。はい。ガバガバ。ガバガバでござる。はい、というわけでね、なんとかね、バッテリー交換終わりました。ちょっとね、サイズを間違えて、はい、ちょっとギリギリ入ってないですけど、はい、でもね、それでもタントシートがついたんで、とりあえずこれでよしていいかな。出しただけなんだけど、結構パワーありますね。
びっくりしました。結構ね、もり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 ね、下からね、なんか押されていく感じがして、とてもね、50cc だけど、かなりパワーありますね。こう、これは楽しいぞ、これは。前回動画のね、続きから撮っておりますけども。はい。もうね、もう本当に基本的な整備しかしないんですけど、まあもう公道走っても大丈夫かなっていうぐらいの、まあレベルまでは来たので、ちょっとそろそろね、もう公道走りたいよね。ね。というわけで、ちょっと私こんなもん、ちょっと撮ってきました。ナンバープレートと自賠責と任意保険。はい、もうバッチリね、全部これ実はもう購入した翌日に取りに行きました。はい、ね。いや、まさかこんなさ、公道走るのにこんなに手間かかることは思わなかったので、もうね、もう意気揚々とね、もうこの子は来てすぐに取りに行ったんですけれどもね。それじゃあやっていこう。まずはミラーから。今回ね、取り付けるね、ミラーこちらでございます。カーボン調のミラーです。みんな大好きカーボン調でございます。あ、いい、いい、視認性もめちゃめちゃいいっすね、これ。あ、すげえ。ただ結構威圧感あるな。すっげえ威圧感あるこのミラー。はい、お次のアイテムはこちらです。ラムマウント風スマホホルダー。はい、ね、なんかラムマウントみたいですよね。ね、あ、これ僕のツイッターです。まだフォローされてない方はぜひフォローしてください。お待ちしております。めちゃめちゃええぞこれ。キャリア、はい、でこのキャリアをですね、ちょっとこうちゃんと大丈夫かな、これ全然寸法合わんぞこれ。え嘘でしょ、寸法が合わん。また看護の間違えた。くそまた間違えたぞ。で、この上にこいつがこう、うまいことつくようなイメージですね。やば、かっこいい。え、かっこいいなこれ。キャリアがつきました。もうしっかりついてるねこれ。あ、ぶつけちゃった。やば、かっこよ。うおー、あー、しっかりついてます。興奮してきたー。でもちょっと興奮よりもちょっと若干不安の方が強いんだけど、ガソリンもね、ちょっとあんま入ってないんで、もうガソリンを入れて、あと残りのね、この空気、まあ一応入ってるんだけど、多分空気はちょっとね、少ないかなと思うんで、まあちょっと空気入れて、そんな感じで筋肉ポラーッと走ってきます。いくぞー。走れたもんじゃないっす。もうなん地面のもうなんだろう、地形そのものすべて乗ってる人に来ちゃうのよ。ハンドルも取られるしね。もうこれは大変だぞ。これは。はい、まずはね、まずはこの例の怪しいこのフィルターなのか、なんというかよくわからんジェット機みたいなやつね。ああ、はい、ゴミみたいなやつです。はい、くる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 。この上のスロットルワイヤーと、あとここですね、このエンジンの中入ってくつなぎ目を取っちゃえばいけそうですね。キャブが取れました。うわ、汚な、なんか茶色いの出てきた。これめちゃめちゃ汚いっすねこれ。やば、これ相当汚いっすよこれ。ナンバスと書いて見ましたもん。あれなんかね、もうキンキンの金玉が2個ついてたけど、これ1個なんですねこれ。スロットってなんか2個ないとまずいんじゃない、わからんですね。はい、なんかすごい甘い匂いするこれ。めちゃめちゃなんか外国のお菓子みたいな匂いしますこれ。翌日の僕です。さあ果たしてエンジンかかるんでしょうか。あ、ちょっとね、今日洗車しました。ちょっとね、結構いろいろオイルとかねついてたんで、もう汚かったんで洗車しました。じゃあとりあえずちょっとかけてみましょうかね。いきます。あ、かかった。かかってね。全然いい。昨日マジで終わっとったもんね。この時もっとね、煽んないと全然ダメでしたもん。やっぱちょっとね、煽んないとねダメですね。てか後ろが全く見えん。これよこれ。
しやばい、ここ坂じゃん、坂道走りできるこれ、大丈夫かな、キャリアと僕含めて多分 100は余裕で超えてるんですよね、重量。そんな状態で 50cc のバギーがこの坂登れる、これいけ、よし、あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、悪ない悪ない、はい、走ってまいりました。やっぱ昨日と比べたらね、圧倒的に調子いい、うん、圧倒的に調子良くて、もうキャブ清掃する前はね、ほんと絶望的だったんですよ。もう信号待ちではね、もうかなり回してないともう落ちてっちゃうんで、もうそれがすごい大変だったんですけど、もうそれはね、なくなりましたね。ほんと車じゃ絶対わからんレベルの道路のデコボコとかを全部吸収しきれずに僕の手にやってくるんで、なんか、はい、すごい路面って意外とデコボコしてるんだなっていうのをね、改めて実感しました。こういうこと、やっぱダメだね、ダメですね、これは。本当に焦った、信号待ちで急に動かんくなって、もうそっから手押しですよ。いやーダメだね、あれ調子良かったと思ったんだけど、まだまだダメだわ、口待ちですとりあえず僕ラダーレール持ってないんで、家帰ってラダーレールを買いに行って、そっからまたここまで取りに行きます。いやできました。いやめっちゃしんどい、いや本当にもうこれからもう何から手をつけていいのか、もうねもうわけわかんないですけども、とりあえずキャブですね、キャブを新品に変えてちょっと様子見ます。はい、入れてるじゃないですか、ガソリンそんな入れてないんで、あ、ちょっと待って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 、え、嘘でしょ、嘘やろ、嘘、あ、ちょっと待っ
待って、今見た、やば、え、ガソリンタンク穴開いてます。え、マジで、いや、なんかガソリンくせえなと思ったんですよ。うわ、タンクに穴が開いてます。いやいや、マジで、はい、ガソリンフィルター、ガソリンのホース、そしてね、超怪しいあのパワーフィルターね、パワーフィルターっていうか、なんかもうくるくる回るやつ、あれもちょっとやばいと思ったので、もう北子のちょっといいやつ買っちゃいしまいましたね。車外のセルでございます。はい、ちょっとね、耐久度とかどんなもんか全然わかんないですけど、もう絶対今ついてるやつよりかいいはずなので、もう間違いないですね。はい、キャブレターですね。はい、もう新品です、新品のキャブです。はい、そしてこれがガソリンタンクでございます。今ついてるものとほぼ変わんないです、ほぼ一緒みたいですね。これがね、例のガソリンタンクです。こうパッと見わかんないんだけど、こうちょっと、あ、ほらほら見えた、今全然一体型、これ切っちゃおうかな、ここ。嘘でしょ、いやマジか、嘘、いや、おかしくないこれ。ちょっとちょっと、これさ、ほら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 、なんかコーキングで直した跡あるよこれ、タンク怖っ。ちょっと待って、これ、いや、ダメ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 、こんなん絶対ダメだって。なんか頑張ってボンドとかでさ、なんか直してる跡あるけど、これ絶対アウトでしょ。いや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 、まずいってこれ、怖すぎ、やば、腐食ってレベルじゃないぜこれ。うわ、皆さんご覧ください、このね、抜いたガソリンを抜いたこのタンクの中をね、ちょっと軽く拭いてみたんですけど、見てこの色だよ、やばいよ、もう完全にここのコーキングが溶けて一緒になんか混ざってる感じですよね。しかもこれ見て、めちゃめちゃゴミ入ってんのよこれ、なんかボンドカスっすね、ボンドカスついてます。拭うとさ、もうほら、こういうさ、カスとか入ってんの。いや、そりゃさ、ガソリンフィルターも黒くなるよね。
でもやっぱあれですね、ちょっとね車高が上がったもんで、なんかねよりバギーらしくなった感じしますね。見た目はね、かなりね上がってます。でね、やっぱりねコーナリングとかすごくね良くなりました。前はねほんとちょっとした地面のなんかゴミとか砂とか踏んだだけでなんかもうどこ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 やね、なんか震えてたんですけど、やっぱねサスペンション新しいものに変えたので、もうきちんとね、きちんとっていうか、あんま衝撃受けないっす。はい。かなりマシになりましたね。うん、乗り心地はね全然良くなってる。まああと乗り心地改善するといったら、ちょっとタイヤをねなんとかしたいなと思うんですけどね。まあこれ入ってるタイヤもね結構いいやつらしいです。調べたところによると、なんかね中国のメーカーらしいんですけど、なんかイノーバっていうなんかバギーのタイヤだったら結構おすすめみたいな。ただタイヤはねいいタイヤ履いてるみたいです。いいパーツそんなもんかな。うん、はい、こちらのシートでございます。元はきっともっと綺麗な白だったと思うんですけど、だいぶね傷とか汚れとかね、はい、もういっぱいついてて、これ変えた方がいいなってずっと思ってたんですけど、もうちょっと今日はねこれにですね、でかっ、はい、こちらのこの合皮、これにね貼り替えていきたいと思います。生地的には多分かなりしっかりしたもんだと思うんですけど、はい、後ろ見る限りもうこれ乱れ打ちやん。オープン、わーお、出てきました。なんか思ったよりもそんなに中はそうでもないっすね。さっきの茶色い、合皮をですね、まあこいつこのサイズにカットして貼るんですけど、その前にこうだね、管が入ってないところ、こう余分な場所があるんでそこカットします。でこいつは使わないんでこれもカットしよう。ね、でもこっちの面はあれか、もうこっちで踏ん張るしかないのか。引っ張りまくったらめちゃめちゃ余った。布めっちゃ余っちゃった。反対がうまくできてるやん、珍しい。よし、できました。はい、まあちょっとね、ここしはどうもならんわ。これ一番自分に自信があるのはここですね。ここの R 完璧。ちょっと一番最初の方にやったらこっちダメですね。お尻ひんやり、やば、あ、すごいよ、ちょっと待って、すごい。あ、すごいね、お尻冷たい。あ、すごい、あ、どんどん冷えてく、これやば、え、すごいなこれ。いや、上にね、合皮が乗ってるんでどうなんかなって思ったんですけど、全然冷えてます。あ、めっちゃ冷たいこれ。まあ今エンジンかかってない状態ですと、ちょっとモーターのうーんっていう音がね聞こえるんですけど、まあこれエンジンかけちゃったらね分かんないだろうしね。ちょっとエンジンかけるよ。はい、モンキー純正マフラーかっこ車外。外れました。はい、こちらがね元から付いてた方ですね。はい、まあこれ以前バラした時にねちょっとお見せしたんですけど、こういって、でここね、もうほぼもうね、もう向こう側、もう向こう側丸見えのね、もうツーツーの抜け抜けマフラーちゃんですね。まあここが膨らんでるもんでね、音がより共鳴してもうすごいうるさくなっちゃう。はい、で一方こちらね、まあ純正風の車外マフラー、まあほぼ純正、もう出口こんなんですよ。もうなんかホースみたいだね。はい、マフラーつきました。もうすっごい短いねこれ。すげえ短い。ここカウル来るから、ここやっぱカウル全部切らなあかんですねこれ後ろね。え、今日もシェイクダウンっていうか、もうなんかもうずっとシェイクダウンばっかりというか、なんかもうなんかシェイクダウン系 YouTuber って言われても過言ではないかもしれないですね。まあそれはさておき、まあ、今回ねもう念入りにですね、もういろいろメンテナンスしました。そしてね、もういろいろ変えましたね。ハイカム入れて、強化オイルポンプ、そしてオイルクーラー、アマゾンで買ったよくわからんサスペンション、モンキーゴリラの純正マフラー風車外マフラー、もういろいろねチューンしました。
あと CDI も、まあ、元からついてたものなんですけど、なんか調べたらなんか社外のなんか5000円ぐらいするね。 CDI にしては結構立派な CDI がついております。トルクが上がってる感じがする。すげえ会長びっくりしちゃった。こんな風に走るの、なんか山こんなに近かったっけすごいな。ちょっとね今回ねやっぱエンジンいろいろ変えたんで、あのハイカムね、ハイカム入れて、あとねキャブの調整もめっちゃ頑張りました。私もうずっとね嫁に怒られない程度でこう回しながらねいろいろ調節したんですけど、多分キャブのセッティングが出てるスプロケですね、スプロケを前のエンジンから引っ張ってきたやつをつけたんで今調が落ちてるんですよ。であとねやっぱマフラーだね、あの前さもう無駄にでかくてさすげえうるさかったじゃないですか。であれをもう普通のノーマルのマフラーに変えたので非常にね下のトルクをね感じますね。前までね2速でねもう話になりませんっていうところがだいぶね、まあ、ちょっと1速にやっぱ落とした方が楽だけど2速でも頑張れば回せばいけるぞぐらいの力をね手に出ました。こいつ素晴らしいな、すごい。ちょっと今日はこれいっぱい走り鳴らしますね。ちょっと怖い怖い、うわっ、いいぞこれ、あ素晴らしい、あいいね、お俺がバギーか、トラブルです。なんか臭いなと思ったらエンジンからなんか変な煙が立ちました。何なんだ。このねヘッドカバーのねこの辺りからちょっと白いモクモクが出てきました。まあ、多分だけど吸い取ったオイルが
熱でね気化したのかな、ちょっとわからんですけど、うん、ガソリンの燃える匂いじゃないもんね。なんかね、うん、オイルだこれ。なんかオイルがちょっと熱々な香りがしますね。はい、まあこれは多分大丈夫かな、多分大丈夫だと信じたい。そして走ってる最中にこれとうとう行きました。わかる、これポジション灯が折れたんだね、これ。うん、折れちゃったね。まあ基本的にこっちはねつくんでまあいいんですけどね、もう腐ってるねこれ。衝撃で折れました。やばくない？いやでもだいぶ良くなったよ。はい、ということでね、これだいぶいいよ。うん、めちゃめちゃ調子いい。うん、走るし、うん、もう多分ねキャブもセッティング出てると思うんですよこれで多分。いや詳しい人がやったら多分全然出てないよって言うと思うんですけど、今までこのバギー買って史上一番調子いいです今日。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。ご安全に。